アビの卵アビは、長江アビモクアビカアビ族の一種。アビという呼び名は、アビカに属する鳥の総称として用いられ、米家族鳥、地方名池鳥、え池倒しとも称される。これらは、瀬戸内海に多数ト来したオーハムと共にその鳴き声が、壇の裏の戦いによる平家の滅亡を悲しむ、声とされたことによる。また、足が、体の後方にあることより地方名として後、 足という呼び名もある。アビという名称については、江戸時代の中期より見られるが、その和名は、オーハムのハムと同様、潜水して魚をハム、ハミが変化したとする説があり、また、水かきを持つ足より、足広、または、足ひれなどから点化したものとも考えられる。北アメリカ大陸北部やユーラシア大陸北部で、繁殖し、冬季になると、越冬のため北大西洋、北、 太平洋の沿岸部に南下する。日本では冬季に越冬のため、九州以北に冬鳥として飛来する。また、北海道では、渡りの途中に旅鳥として飛来する。全長63センチメートル。翼海長109センチメートル。上面は、海国褐色の羽毛で覆われる。交彩は赤い。くちばしはやや髪型へる。夏は,は、頭部が、肺褐色。 前頸部が赤葛色の羽毛で覆われる。冬羽は、機体から後首にかけて黒褐色、喉から腹部にかけて白い羽毛で覆われる。海洋に生息する。植生は動物食で魚類などを食べる。瀬戸内海に浮かぶ、徳島では、アビ類を目印にした鳥持ち矢ロまたは鳥ア矢ロと呼ばれる呼ばでの漁、怒り漁が古くから行われていた。 阿弥陵は江戸時代の玄独あるいは繁栄に始まったと言われ、かつては芸与諸島の竹原市ただの海沖から防与諸島の八代島沖まで広範囲に行われていた。阿弥の群れが好物のイカナゴを取り囲むようにして攻撃すると追い込まれたイカナゴの群れは海中に潜る。これを狙ってマダイやスズキがやってきたところを一本釣りするというものである。 それゆえこの地域ではアビを大切に保護してきた。この地域はアビトライン有海面として1931年国の天然記念物に指定され、1964年には広島県の県庁に指定されている。しかし、約300年続いた広島のアビ漁も過去の話となった。限度を超えた大量の海砂採取で海底が荒れ、イカナゴが住む生態系が破壊されたこと。 高速船の運行で、アビ類の生息が脅かされたことが、減少の原因と考えられている。1986年を最後に、アビルは途絶え、今では、瀬戸内海で、アビ類を見ることさえ稀である。古文書には万を数えるほどの記録のあるアビ類も、豊浜町では60羽ほどの飛来があるのみである。豊浜町の隣島の鎌刈島でも、海岸からアビ類を観察できる。 なお、現在は、条例で、海砂採取の制限をかける、自治体が増えてきたが、すでにお蘇紙の勘があり、個体数の回復は、絶望的と見られている。ABGDF e 大橋孝一、鳥居の名前東京書籍、2003年、50ページ。ISBN4 から487798825。AB 安倍直也、山谷、名前図鑑野町の名前山和警告者。 2008年、34から35ページ、79ページ。ISBN 978から4から635070171。ABCDEFG 桐原正史、日本の鳥550水辺の鳥文一総合出版。2009年、増語改訂版、18ページ。ISBN 978から4から829901427。 A.B.C.D. 高野真事フィールドガイド日本の野鳥日本野鳥の会、2007年、造歩改訂版、24から25ページ。ISBN 978から4から93万1150から41から6。A.B. 牧博造、大西俊一、日本の野鳥590平凡者、2000年、10ページ。ISBN 4から582542301。 AB、鳥630図鑑日本鳥類保護連盟、2002年、造歩改訂版、32から33ページ。高野真嗣、カラー写真による日本産鳥類図鑑東海大学、出版会、1981年、185ページ。ABCD、自然気候日本の天然記念物講談社、2003年、257ページ。 ISBN4 から06から211899から8。桃瀬淳子、阿弥鳥と人の文化史、新参者、1995年、46ページ。ABCD 桃瀬淳子、消えた阿弥料、野鳥第76巻1号、日本野鳥の会、2011年、4247ページ。ありがとうございます。